マルゲリータ・アルドブランディーニは、イタリアのパルマコーラヌッチョ一世の夫人。夫の死後、短期間パルマ公国折衝を務めた。ローマ教皇クレメンス八世の甥い、ジョバンニ・フランチェスコ・アルドブランディーニと、名オリンピア・アルドブランディーニの夫婦の間に生まれた。父は、教皇から、メルドーナ公及びサルジーナ公の爵位、領地を授けられていた。1600年5月7日に、ローマで、 ラヌッチョ一世と結婚。この結婚は、それまで敵対していたアルドブランディーニケとファルネーゼ家の和平のための縁組であり、婚礼の詩式は、教皇クレメンス八世自らが取り行った。この結婚で、ラヌッチョは裕福な花嫁寺参金と広告の独立試験の保証を手にし、さらに教会報道の一つを授けられた。マルゲリータは結婚当時わずか十二歳だったこともあり、 結婚して10年ほど経つまでは、子供ができなかった。ところが、迷信深いラヌッチョは、公爵夫人が妊娠できないのは、図書や、魔術のせいだという噂を信じ込んだ。短期間の調査の後、ラヌッチョの元愛人の一人、クラウディア・コリッタとその母親エレーナ・コリラが、公爵夫人を図書した魔女と告発されて逮捕され、家計に処せられた。 夫妻の最初の子アレッサンドロは1610年に誕生したがロアであったので1612年生まれの次男オドワルドが父の後継ぎに定められた。公爵夫妻の結婚生活は当時の君公家の政略結婚の例に漏れず不幸であり、夫は怒りっぽく不実で多くの愛人と非着出資を持った。それでもマルゲリータは夫に尽くした。 1622年ラヌッチョが死ぬと、次男オドワルドが公爵位を継ぎ、義弟オドワルド・スーキ教が摂生となった。1626年にオドワルド・スーキ教が死ぬと、マルゲリータが摂生の地位を引き継ぎ、1628年息子が申請を開始するまで務めた。フランチェスコ・ルイージ・カンパリ、ウンプロチェッソ・ディストレゲン・ピアチェンゼ、イン、バラティーノ・ストリコ・ピアセンティーノ、アイ、 1906P70 から75ツールルプロッセイエーヌソーシュラリーでクローディアコラ。ありがとうございます。